ちは。最近ですね、髪の毛のおでこのとこの髪の毛の抗体が見られますので、心配してます。老化現象ですから仕方ないんですけど、髪の毛用のですね薬を飲んでましたが、頭頂部はおかげさまで増えましたね。薬ってすごいですね。それでこの前ですね、病院行って毛の薬もらおうと思ったらなくてですね、その代わりもう一種類あるからこれでどうですかって言われて、そのもう一種類のやつが結構なんちゅうのかな、きついっていうか、効果があるんだけどきつい、副作用があるみたいな。ただですね、効果があるなら、なんか広い範囲にあるっていうんで、もしかしたらおでこのところ、生え際とかにも効果があるのかもしれませんね。ですので、じゃあそれでと、それをくださいと。で、少しだけちょっと値段が高いんですけど、だから今度からそれにしてみようかな。その代わり副作用が、起きる可能性が高いということで、今までのやつよりもいいですよと。副作用より毛が大事ですと言ってですね、もらいました。もらったというか買いました。まあ、筋トレとかも関係あるのかなと思ったんですけど、僕、一応週2回ぐらいしか行ってないですし、別にムキムキじゃないですから、ギリギリまで追い込んで、ウェイみたいな感じまではやってないし、やるつもりもないので、そんなに筋トレで男性ホルモンが増えて、髪の毛に影響がとかっていうことはないと思うんですけど、まあ、もしあるんだったら筋肉と毛どっち取るんだったら毛っていうことで、筋トレをやめる準備もできておりますが、今のところちょっと筋トレっていうか、まあジムに通うな、ちゃんと通おうかなと思ってます。はい、それでですね、髪の毛の話はいいんですけど、今日はスリースロークラフなんですよ。この前ジャズのフィルでちょっとスリースロークラフ、向こうでアメリカでちょっと習った最初に やったやつがあるんだよみたいな。それがですね、こういう左からの1,2,3,4 こういう形のやつ。4拍目の裏から入るね。こういうやつだったんですけど、今日はですね、左から入る3ストロークラフなんだけど、いわゆるバケラッタフレーズの左から入るやつもやってみませんかということですね。大体ですね、レッスンでも最初にスリストロークラフとかやると、まあ右はみんなできるんですね、右から始まる。これ結構みんなすぐできるんですけど、やっぱね、左からのやつがね、なかなかできないみたいで、ただ左からできると、また違うフレーズも出てきますから、しかもですね、左からいけるとですね、こっち側の高い太鼓類から低い太鼓類に左右と行きやすいので、意外に、収まりのいいフレーズができる。例えば、タカタンタンっていうのを一つとっても、まあ、一つの太鼓叩くだけだったら別に右からでも、左からでも変わんないんですけど、例えば、こういうパターン。タトタンタン。これなんか右から始まろうとするとこうなっちゃうんですね。もしくはもう完全にクロスしちゃって非常に大変なんですけど、これ左から行くとこのように簡単に行けます。あとね、こんなのもそうですね。これもこうやってやらないといけなく
なるのが、左からやることによって簡単に出てくるので、まあ、手順が変わればね、フレーズも当然変わってくるんですけど、それで今日はですね、一つだけ手順紹介しますよ。右手からの3ストロークラフバケラッタと左からの、バケラッタが混ざります。いきますよ。この後タカタンタンタカタンタンタンタカタン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 タカタンタンタンになります。ワン、ツー、スリー、フォー。わかりやすいようにちょっとタムに振り分けると、こうですね。ワン、ツー、スリー、フォー。右からのタカタンタンは、こう言ってます。左からのはここから、こうですね。もうこれはですね、バケラッタじゃないですね。バケラッタはバケラッタ、バケラッタ、バケラッタってこうバケラッタが連続で来るのはわかりますけど、途中からバケラッタ、バケラッタッタってなってますから、バケラッタ、バケラッタッタ、バケラッタ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 、バケラッタか。そうですね。なります。ちょもうちょっと早くワン、ツー、スリー、フォー。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。どっちだ。はい。あとね、僕おすすめのやつがあるんですけど、これがね、かっこいいんですね。ちなみにこの右からのやつ。これね、おすすめですね。僕好きなんですね。ドテテンテン、ドテテンテン。このね、左手のね、ハイタブがね、いい感じで、かっこいいんですよ。ちょっと音入ってない、入りづらいかもしれないですけど、そっちから撮るとね、なんかね、やっぱフロアの音はボーンって入るんですけど、ここのタムの音がちょっと小さめになるので、これでさっきの手順やってみるとどうなるか、どうしようかな。この後、タンタカタンタンだから、こういきますか。つなげてみますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。お、いい感じですね。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、間違っちゃった。ワン。はい。こんな感じになりましたね。それで、これ、今のパターンなんですけど、左手からの、左手からの、あららららら。左手からの3ストロークラフ。よいしょ。が、今どうなってましたっけ？これね。左手が、このタムから、スネアに降りてくるんですけど、この、こっからここ降りてくるので、やりやすいんですよ。もうここで、これ打った後に、もうすでに高さありますから、
こっからこのまま落としてくるだけで左手ちゃんと音出せるんですね。逆に、スネアからこっち行くときは、打った後にしっかり上げないとここに行けないんですけど、このタムからこっち降りてくるときは、比較的打ちやすいので、フレーズが速くても。こう、やりやすいのでおすすめなんですね。はい、こんな感じでですね、今日はとりあえず一種類だけ手順の組み合わせ紹介しましたけど、当然ですね、いろんなパターンがありますので、皆さんもお試しになってですね、かっこいいフレーズをたくさん作っていただきたいと、思っております。まあ、その前に左スタートの、タカターン。これがちゃんとできるようにならないといけないんですけど、それはまずちゃんと基礎練習として練習してですね、して、ドラムセッティングを応用と。そういう流れが、いいかと思います。はい、ありがとうございました。